小ザ全部でラジオサイ はい。ということで、水曜日11時やってまいりましたよ。皆様、いかがお過ごしでしょうかこんにちは。えー、小全部でラジオ祭、メインパーソナリティのクーバーヨシキでございます。よろしくお願いいたします。ということで、やってまいりましたね。いや、えー、吉本沖縄芸人によります、小座全部でラジオ祭なんですけども、えー、まあまあね、あのー、この番組、島全部で大きな祭に向けて、小座の方々に、沖縄市の方々に、沖縄市で、えー、ゆかりのある方々に、島全部で大きな祭を、 感じててもらうための番組となっておりますとということで、えー、また私、空場よしきがですね、えー、沖縄市という町の面白い情報を発信する場所でもございますということでございますが、いやー、皆さん、1週間いかがでしたか、えー、僕はですね、何があったかな、1週間、えー、とまずは、ああれがありました、えっ、ー、と、北中城まつりの MC をさせていただいたんです、土曜日だったんですよ、14日か、11月14日。 でね、えー、っと、な、昼十、十三時ぐらいから、それから、えー、っと、夜のね、は、八時半八時半までやったんですけど、 えー、北中ぐすく祭りがですね、塩祭祭りっていう名前に変わってですね。で、えっと、北中ぐすく祭り自体が30周年の節目を迎える1日目だったんです。土曜日と日曜日あったんですけど、僕土曜日だけさせていただきましたで、この土曜日、8時からさ、20時から、えー、あ、20時差は19時からかな ?19 時から。そうだね、19時から、あのー、吉本お笑いライブって言いまして、で、沖縄吉本芸人と、それから、 半夜。半夜とかね。半夜とかも来てくれて、ネタを祭りのステージでやるってだったんですけど、覚えてます ?11 月14日土曜日夜。大雨だったんですよ。うん、めっちゃめちゃ大雨で。ほいで、で、その前さ、あのー、なんか、なんていうの、スケジュールが僕のね、MC 力が発揮されて、めちゃめちゃ早く、巻きで、 終わってしまって、18時半に終わってしまったんですよ。その、30分時間が空いたわけ。あの、吉本お笑いライブに向かうまでね、19時からやったから。で、あの、あまりにもうまくスムーズに進行させすぎて、30分時間があって、そしたら、北中ぐすくの人が、クーバのネタも見てみたいと、いきなり言われて、僕何の準備もしてないんですよ。ピン芸人で。 で、芸人としてはね、やれと言われればもちろんやりますけど、だけど嫌い嫌やいやですよ。もうめちゃめちゃ嫌嫌ながら、こんなことないんですけども、ギャラにも影響しますよ、みたいなことを言いつつ。で、お客さんにも、僕の、ね、正直その、19時からやるライブの子たちって僕よりもみんな後輩なんですよ。はい。半夜にいたっても5年ぐらい僕が先輩で。 えー、それで、どうだろうな、その、あまり、その、先輩が、後輩の前座みたいなことをやるっていうのはあんまりなくてですね。だけど30分時間が空いたのはあなたのせいですよ、と。 こんなはっきり言うみたいな。いやいや、あんたのせいって言いながら、その、ね、一緒に舞台監督向いて、舞台監督っていうそのね、四季字ユニングをやる方がいらっしゃるんですけど、その人たちは、そっぽ向きながら、<laughs> 僕はせい、<laughs> みたいになって。ほな、もうじゃあやらんときは、30分だけど一人でやるってもう、なかなか大変なんですよ。で、ネタ2本ぐらい一応やって、で、僕がね、ネタ2本やって、後半、もういよいよ19時になるよっていう、18時50分ぐらいになって、雨がパラパラ降り始めてきて、 うわこれ一応早めにやっといた方がいいんじゃないっていうことで。で、あの、19時から20時まで1時間吉本お笑いライブやったんですよ。で、OK、一応じゃあもうちょっと雨もパラパラしてきたからあと一本やろうと思ってたけど、もうやめよう。もうすぐ10分巻きで始まるけども、やりましょうみたいな感じに、やったんですよ。そしたら、そこから本振り、大雨がさらにバーってなって、で、順番もね、もう早く犯人は見せたいということで、えー、本当は5番目だったのに、 もう、ハンニャーじゃあ早,早めに出そうということで、3番目ぐらいに出してやってたんですけど、もうね、あの、ステージ以上、なんていうんですか、テントも張られてるんですけど、横殴りの雨で、もう、ステージ上もう全部雨なんですよ。もうびちゃびちゃなんですよ、みんな芸人。それで、結局ね、雷が落ち始めまして。で、雷が落ち始めて、いよいよ終了ですっていうことになって、ハンニャーが出てきて、雷が出て、結局、 花火も見れずに、その日、30周年の節目の北中グスク祭り、無念のリタイアと。こんなこと今まで30年やっててありますかって30年関わってきたスタッフに聞いたんですけども、ないと。僕は言いましたね、そのスタッフに。ね吉本呼ぶからだよって言っときました。はい。ですので、やっぱりね、皆さん、あの、吉本を呼ぶと雨が来るという伝説を、 で、ハニアにも聞いたんですけど、こんなこと初めてだってハニアも言ってました。<laughs> イベントが調子するぐらいの大雨に見舞われたのは、これが中い芸歴、初めてですというお話をしておりましたんでね。 はい。まあだけど、そんなのにもね、負けじに、えー、またね、あの、ぜひ、北中グスク祭りの、ね、やった皆さん、えっ、ー、と、日曜日はもうその代わりカラッカラに荒れて、素敵な、あの、祭りになっててね、素晴らしいイベントになってましたから。はい。だけどさ、北中グスク祭り面白いんだな。テナントがいろいろ面白くて、あの、食べ物も面白いけど、えー、肉おにぎりみたいなのだったりとか、それからあの、フィリピンの料理が出てたりとかさ、うん。 ああ、それから、何ひいしはじめとかももちろん出てましたね、やっぱりね。はい。そういうのもありまして。で、一番面白かったのは、あの、なんていうのおみくじとか、その、金魚なんですけど、金魚すくいよ。ポイっていう、あの、水に溶ける紙ね、3本で300円。これ3本中に何匹が釣れたら、あ取れたらいいよっていうんだけど、あの、北中ぐすくの金魚祭り、この3本のポイ300円で、 金魚3匹までなんです。小赤。小赤3匹取ったら終了なんですよ。あと2本残っていいようが、ポイがね。はい。で、えー、5本の分もあるんです。5本500円のやつ。で、もう1個、1種類あって、絶対破れないポイっていうのがあって、<laughs> それが500円で <laughs>、できてて、えー、それも金魚1匹、小赤3匹取ったら終了みたいな。 で、500円のポイントの時も、金魚1匹、えー、と、破けるやつね、えー。金魚1匹、小赤3匹で終了なんですよ。だから同じ500円同士なんで、もう絶対破れない、あれの方が絶対いいはずなんですよね。そういうなんか、売り方というか、販売の仕方してて、面白いなーって。で、あのー、 その、小赤とかを取った時の、その、なん水槽みたいなのも、ちゃっかり500円で売ってるんですよ。餌付きで。もう、トらすのメインで、一応はやってるんですけど、なんかね、面白いな。だったらこれ、ポイとか絶対使わないんじゃないみんなっていう話をしてて。いやいや、まあ、あの、チャレンジしたい人はやるんですよ、みたいなこと言うんですけどね。だ上限が決まった、緊急救いっていうのが、キラダカグスクで見られましたんでね、めちゃめちゃ面白かったです。はい。えー、まあまあ、そんな感じで、一週間お届けを。 えー、私の方では楽しんでさせていただきましたが、皆さんは本当に一週間いかがだったでしょうかね。で、そんな一週間の出来事でも何でも結構です。皆さんの身近で起こったこと何でも結構なんでね。えー、メッセージ、募集をさせていただいております。メールアドレスは7 6 1 f m c o z a j p 7 6 1 f m c o z a j p ファックスは098-934-8653。 ファックスは098-934-8653。えー、草し、ハロゴミで覚えてください。<laughs> <laughs> ディレクターが今ちっちゃい声で、ね、やめてっていう。<laughs> ゴミが嫌だったんでしょゴミがなんか嫌だったんだね。あ、じゃあじゃあ、えー、草し、臭いっていうことで、臭 <laughs> そうって。えっ、ー、とじゃあ、えー、草よ、えー、ハローゴッサンで覚えてください。 いよ。ハロー、ゴっさんでお願いいたします。また、FM コザではですね、ユーストリームとツイキャスで映像と音声配信させていただいておりますので、FM コザのホームページから見ることができます。そちらの方もお楽しみいただければと思っております。お気軽に何でも結構なんでコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。や、ということで。メッセージ届いておりますよ。えっ、ー、と、えー、石峰さんからいただいております。クーバさんおはようございます。土曜日に用されます。行きましたよということで、ありがとうありがとうね、石峰さん。大変だったね。雨大変だったでしょう。寒いはずをね、見てくれる人たちが だったんですよ本当は、ね、あのはのだけど、どうしてもやっぱ雷はやばいっていうことで、ああ、さすがに申し訳ございませんでした。日曜日も行ったのかな楽しかったでしょうかはい。えー、で、イミッツェさんから頂い,いております。金魚すくい会のぼったくり。で、違う、ぼったくりではないですよ。だって、ね、必ずあげる500円のやつも売ってるから、はい、そんなことないですよ。だけど、面白いよね。システムとしてね。初めて聞いたシステムだったんで、ご紹介させていただきました。さあ、ということで、えー、 吉本沖縄からの告知。えっ、ー、と、まずですね、あの、おもろお化け屋敷365日毎日、旧三越でね、やっておりますんで、国際通りの。で、あとは、か月も、ええー、吉本沖縄か月もね、ええー、やっております。今日は誰が出てるかというと、プラスマイナスさんかなが出てますんで、はい、めちゃめちゃ面白いので、ぜひ遊びに来てください。お願いいたします。それではここで CM いきたいと思います。CM でございます。 ポタッチョに聞いてみよう ということで、小山中に聞いてみようということでね、コーナー始まりましたよということで、まあ、古山中に聞いてみようというタイトルではあるんですけど、小山にゆかりのある人たちからいろいろな話を聞いてみようというコーナーでございまして、はい、えー、じゃあもう早速ゲストの方を、えー、お呼びさせていただきたいと思います。本日はですね、新里酒造より、 新里健治さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ダンディー新里です。<laughs> ちょっと待って、初めて聞いた。ダンディー新里なんですか一応ダンディーみたいな感じしてますけど、いやいやかっこいいよね。でも、ある程度年いってます。本当ですか新里、え、おいくつなんですか ?40? あの、内緒なんですけど、ええ、56で。え、ななんで内緒なの誰によ誰に向かって。え、新里、え、で、 専務取締役と。そうですね。兄、兄が社長。ええ、やられてて。弟え、何々になるんですか次男次男。あ、次男。だから検事です。あ、2位、でね。なるほど。あ、そうなんですか。検事さんのね、あれもらってるんですけど、名刺。後ろにプロフィールって書いてあって、青年月日。はい。書かれてて。で、血液型、O 型と。はい。で、星座が乙女座。乙女座。家族構成、妻一人、娘一人って書かれてるんですけど。正直でしょいや、だから。 正直なんです正直だけどさ、<の>普通、名刺に書きますか、家族構成。いや、書くんですよ、これ。<laughs> いや、違ったから、ちゃんとこの名刺は理由があるんです聞きたい。聞きたい。なんでこれはあの企業秘密なんだけど。どういうことやだから、企業秘密は言ったらだめでしょ、って <laughs>、えー、県外の仕事が僕、多いんですけいろんな卸屋さんもあったりするときに。ええええ この何度も行けるわけじゃないじゃないですか、えもうそう,、ね、そうですね、一発ですよね、まあいあのー、沖縄居酒屋さんに、えーで、一発にあの覚えてもらうために、なんかいい印象をつけて、これだけずらずら書くと、パーソナリティが、血液型が一緒だったり、星座が一緒だったり。なるほど 1人なの僕は二人だけど話のきっかけがつ,つきやすいんですすごいなだからのせんんん趣味とか趣味ゴルフ釣りとか書いてるとその話題に行ったらこのなるほどつかみをそう <laughs> 趣味ねゴルフ釣りで芸事少々って書いたわけこれさ僕やっぱ聞きましたもん芸事って何やってるんですかって これお前、ね、なまあ一緒に飲まないとわかんないところなんですけどね。ゲイゴッって一緒に飲まないとわからないの？ーでピースラブロックピスルとかーピースルラブラブロックフェスティバルあ見てる人でしたら多分僕の見たことがある方が結構いるかなと思います、ね。親父ロックバンドみたいなの出てるってこと？いやいやいやあの僕売り子なんで売り子青森売ってますえ売り売え,売りえ今芸事の話の延長線上の売り子なんですか？ そうですね。売り子でゲイことってなんやろう。まあ、めっちゃ興味ある。そういう感じの、あの、ちょっといろいろ。まあ、スティービーさんに付き合うかもしれない。ええー、あ、なるほど。紛争して、はい、あるキャラクターになって、その商品を売ってるってことですか。すいや吉本も販売するの多くて、で、国際映画祭なんかでも。はい いろいろやるんですけどその、例えばやっぱ芸人がちょっとね、前に立ってその販売というか、購買意欲を高めようみたいなのをやられるんですけど、そういうのを専務自らご自身でやることもあるということですか、うん、そうですねば、やめようやめようと思いつつ、思考費みたいに言わないで、数年前から酒とかタバコみたいに言わないで、十数年前からやってるもんだから、もう <laughs> なんかやめられなくて、ね。えで 後でちょっと写真見してください。<laughs> ね絶対あるはずだから。あ、そうなんですか。いや、それ、あの、あ、すごい、イミッチャさんからゲストさん、渡辺佐藤さんにいてかっこいい。Thank you so much. 何回も言われてる。<laughs> 絶対ケンジさん何回も言われてる。ね、本当ね、イミッチャさんそうなんですよ。渡辺佐藤さん、なんかね、うんなん、サックスがなんか似合いそうですもんね。 ありがとうございます。うわ、めっちゃかっこいい。重点音で声出しようと。んやねん、これと乗りやすいみたいな。今日はちょっと間引きしてますけど。やめなさい、間引きっていうな。間引きしてますけど、ね、<laughs> なんで自分でやるのおかしいでしょ。はい、いい、いいものが入ってきますからね。なるほど、さださえ、あの、ケンジさんは、えっと、どうなんですかその国際映画祭とかでも、なんか関わりみたいなのって。え、はい ちょ映画好きですけど、ええ、あ,あまり申しなしいですよね。はい、いやいや、とんでもないです、こちらこそ。はい、まだねあの、皆様の方にも、ちょっと、また近々オーダー出すことがあるかもしれないので、はい、その時には、ぜひその格好というか。かであの、沖縄商工会社の青年部、ずっとやってまして、はい、その後輩連中はかかったり。ああ、なるほど、ありがとうございます、そうなんですよ、いつもお世話になっててね。はい、だけど、いや、これ話聞いたらし、新藤さんはぜひあの、国際映画、芸人たちがちょっとよ引くぐらいなというか、ええ、芸人たちはやっぱ、ええ 中にはいるんですよ。面白い方が、一般の方で、面白い方もいらっしゃって、はい、そういう人たち見ると、やっぱ、ふとふとするんですよね。うん、うわ、負けてるみたいな感じになってしまって、<laughs> そういうのが見られるんだったら、見てみたいなって思ってるんですけど、ええ、で、機会あるときは。そで白い,いえ。い何落しゃいますよ。そんなことないですよ。ええ、そんなことないです。なるほど。じゃあ、あのー、お話ちょっといろいろ伺わせていただきたいなと思うんですが、はいはい、えっと、まずですね、その、 今五十六歳とおっしゃってましたけど。そうですね。三十四年まで九月九日。九月九日、救急の日。救急の日です。お生まれになって。はい。で、小学生の時ってケンジさんってどんな方だったんですか。えーと、普通、すどこどこにでもいるおこっちゃまですね。はい、で、カ <laughs> ッ <laughs> と。 どこにでもいるお坊ちゃまって、僕らの時にはお坊ちゃまなんていなかったので、え、なんで永久にずったのみんなに怒ってたのとか、そういうこと、んなことないです、普通の、普通の男の子で、いや、だけど、普通の男の子って、そんな、なんか、でも、実はもともと沖縄市に住んでるわけじゃなくて、登山中じゃなくて、那覇出身なんですよ、あ那覇なんですか。 フラごと越してきました。ああ、そうなんですね。もともとは那覇育ち、ねえー、うん、あそうなんですか。日28、あ、まあ、シーリーボーイですね。なんですかですかスティーボーイ。<laughs> スティーボーイのことを言うてんの。なん、はい、なのバディシャンプーみたいな、すごい上手な言い方。<laughs> はい、やめてください。もう全然わかりませんでした、一発でス、はい、ティーボーイだって、いや、だけど、またはシティーボーイじゃないあ、まだスティーボーイからスティーボーイですから。はい、いや、で、あの、え、したら、 小学校の時とかに転校してきたってことえ、う違いちょいちょ,ちょ,ちょじゃあですよね、そうね。もう28年前だから、もう政治になって。ますもんねで、えっと、っその、小学校の時に、なんかこう、例えば、バレンタインデーでいっぱい何かもらったりとか。なかったですよ、そういう儀式が。ぎバレンタインデーがないの、ご自歳のバレンタないデーない、ない。ないないない嘘、嘘でしょあれ、いつからなのなあれ、だいぶ後じゃないの本当ですか、うん、あれ、あの、チョコレートメーカーが仕掛けたんだけど。<laughs> なんで自分たちもなんかやろうみたいな、二十、ええ、歳になった時にお酒をあげるみたいなのをね、彼氏から彼女にとか、なるほど、いや、で、結局、それじゃなくて、なんか一応、モテてたでしょ、ケンジさん、部活やってたの、待っ陸上、あ中学は陸上です、ね、うわ、めっちゃかっこいい、ほら、陸上はいろいろありますやん。200メーター、ちょっと県記録は持ってましたけど、うわ、足も速いのえ 点は異物与えるね、ええ、おい勉強もできなかったでしょ勉強は普通。よし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 、だったです、だったです。もう、もう三つ与えられたらタイム、まったもんじゃないんで。ええ、えコーしたら、手理工です。いやいやいや、いいじゃないですか。<laughs> あと手理工で鬱ってたのやばい。ええ、<laughs> マジっすか。ほいで、あの、まあまあ、学生時代も、陸上もやりながら勉強もして。ほいで、何すか、その、 どこ将来の夢とかそういうのも持ってたのえーと、もう酒屋の息子なんで、はい、あまあ将来的には、次ぐんだろうなあ、兄貴もその道行ったんで、俺もやりたいなということで、東京農大っていう、あのうわ、やっぱりすごい頭いいじゃないですか頭いいかどこから東京農大は、僕らの,あの同級生も行った子言いましたけど、受かったとき、めちゃめちゃ喜んでましたよ、<ー>必死に頑張ってたんで、それラグビー部の。学部ってのあるんですよ、えー 酒、味噌、醤油、はい、発酵食品、えー、それを専門に扱ってる学科があって、もう最初、えあのさ、俺、これ、思うんだけど、例えば親がなんか、僕ね、両親が看護師なんですよ、はい、で看護師には絶対ならないどこと思ってたんですけど、うん、なんかそういう反発精神じゃないですけども、あったりしてたんですが、そんなのなかったのどんなやつ教育されたら、そんな長男も次男も、じゃあ酒屋兄ちゃちょちょい、うちの兄貴はあの一応、公務員やってたんで。あ 酒関係だったんですけどね、国税事務所っていうのがあって、そこの官邸官あなるほど、なるほど、ええ。あなるほどね、酒税を取るためには、お酒をちゃんと作ってなくちゃいけない、ちゃんと作ってなくちゃいけないその指導をするほど。先生的な、県からのね、立場として。で、この委員長、ずっと歩むのかなと思ってたんで、僕は、継ぐつもりだったんだけど。 そしたら、お兄様がまた、そう,そうそうそう、うん、そ死んだと静岡に帰ってこられて、でじゃあじゃあ、補佐するよっていうことで、そう,そ,うそういうことです。本当嫌いなのお兄さんのこと。嫌いじゃないです <laughs> いや。だから自分が本当はトップになれるはずだったのに、取られたみたいな、<laughs> い,やいやいやいや、さ<す>まあ、7つも違いますからね。もうじゃあ、逆に心強いパートナーというか、はい、頼もしい兄が、そばにいるから、うちも嬉しいんですね。はいまあ、作りは兄、うんまあ、なるほど 営業ですかなるほど、いやもうだからね、指導するぐらいの先生だったから、それはもう大切に、そして自分たちの味を今まで培ってきたものをやりながら、ねはい、いや、間違いないな、これ、すごいですね、最強コンビだ、うん。で、うちの兄貴で6代目なんですよ、あええー、そんなになるんですかだから、来年で170年なんですけども、ね、もうね、老舗中の老舗で、一番ですよねそうですね、焼酎の全体でも一番増そうなんですか。 沖縄で一番の。まあ、九州でも。でも沖縄から行きましたんで。ああ、そうなんです。ああ、そうなんだ。すごいね。素晴らしいわ。はい、そうか。イメッチャさんからゲストさんね。新里さん、ケンジさんは、小学生の頃、千円札で汗拭いてたはずよって言ってた。<laughs> 死に永久中のイメージが。はい、ドルでした。<laughs> イメッチャさん、ドルだったって。<laughs> なるほど。あ、そうだったんですね。はい、いや、だけど、もちろん冗談ですよすいません、NHK さんも分かってるよね。うん、で、一応、じゃあさ、その、東京のお題って、自分たちの、その、仕事をやろうと思いながら、はいはい、えっと、頑張って。で、あの、僕いつも内地行った皆さんに聞いてるんですけど、うん、その、どうですか、内地行って帰ってきて変わります そのなんか自分の心持ちやったりとか、僕も内地ナイ行ったときに、親のありがたみとか、周りの皆さんの感謝だったりとかをとってもやるようになって、周りの人から、あんたナイって変わったねって言ってもらえたんですよ、親とかにも、いい意味でなんですけど、うん、まあ、もちろんあの、家族に対してもそうなんだけど、沖縄自体に対しても、感謝とか、ねあの、別に外から沖縄を眺めるということはなかった、はいはい、外から眺めるということはなかったんで。その 哀愁っていうのが逆に普通はね、冒郷の念というか、はい、故郷を思う気持ちみたいなのがあったりして、で、帰る場所があの東京の人に聞いたら、東京はの人はじその故郷がない、ふるさとがないみたいなことをおっしゃってて、だから逆にこう、ふるさとをってる人たちに憧れを感じるっていう方も結構多くてですね、うん、で僕もそれ聞いってあ、自分も内地行って、東京行って、うわ、やっぱ沖縄ってすごい最高な場所なんだなっていうのを。 ね、自分の居場所ってあそこにあるんだって思うと、一応、逆にまあ寂しい思いもあるけど、頑張れたというか、何かあったときには、だけどすぐ帰ればいいさっていう、チャレンジできるっていうのを、逆に後押ししてくれた感じもあって、じゃあ、今の若い子たちには、内地ちょっとでもいいから行ってっていうのを推進派ですかそうですね、ぜひ行ってほしいですねだからさ、娘さんがお一人いらっしゃるじゃないですか、はい、おいくつならないんですか娘さん。僕 遅かったんですよ。子供できるんですね。十二<え>、えー、年目にできたんで、まだ高校一年生。あ高校一年十六歳。そう。娘さん一人、一人っ子なんでしょう。そうそう、一人っ子。ど内通生かす。内生かさないゃ<え> <laughs> <laughs> めちゃしてるぜ <laughs> 絶対。あれのさ、そうなるのよ。ごめんなさい。うん、皆さんね、あの。 矛盾してますけど、そうなるの。や, <laughs> やろうだったら,ったらね。ね、そうそう、そこなんですよ。うん、ね、僕もそうですわ。うん、娘はね、ちょっと怖いっすわ。はい。ねだけど、どうしますだけど娘さんが、いや、行きたいですと。最近の人は、さまず、あ、芸能界デビューするんだったら一緒についていきます。<laughs> え、ちょっと仕事は仕事、仕事はマネージャー、生活。<laughs> カリンっていうんですよ、カリンパパめっちゃかっこいいや今、今なんかやってるんじゃないよね、今、なんかやってるの、<ん>ダンススクール通ってたり、事務所に入ってたり、昔は通ってましたね、今は、あ、本当ですか、<の>いや、あのね、だからね、言ったらさ、新里健さん、マジでかっこいいから、娘さんめちゃめちゃ可愛いと思うけで、可愛いいっす、もうね、目に入れてるはず、何回か、目に入れて歩いてます。<laughs> ち小さい頃は <laughs> めっちゃ怖い、想像してるやつだね、うん、手が出てる、右手が、<ー> <laughs> やめて、もう痛いこと、<ー>痛いこと、本当に、いや、だけどあ、やっぱそうなんだ、それぐらい大好きな娘さんに、はい、よかったっすね、そんな愛情たっぷりにあ,のあれできる子お子さんがいていいんですけども、神さん美人ですけどねあ、いやいや、はいそあ、そうなんですか、さらに、もう,もう本当、幸せっすね、じゃあね。 まあ最高ですね、はい、うわー、てれながら言ってるところが嫌らしいんですけども、ケンジさん、したら、じゃあ、あのー、まあまあ、えーと、大学も出て、ちゃんとできました、家族もできてね、あれなんですけど、したらさ、どうですか、その沖縄帰ってきてで、いろいろ感謝も感じながら、診察指導に入って、はいで、そこからはどういう歩みをされたんですか。もうすぐ先もうねいやまあ そんなに大きい会社じゃなかったんで、えー、家族でやってるような会社だったんですから、えあ最初はもう営業部長みたいな感じで。ああ、なるほど、頑張って、はい、なんか変わったやり方で売っていったんですかうん、そうですね。なんか自分でこれはこんな感じでやったんだよな、まあ、僕の代はちっこいくらなんで、そんな大層なことはできないんですけど、うん、まあ、まあ、できるだけ。 変わったことをやろうかなと思ってあ、あ<ど>あ、大手ができないようなところですね例えばどういう感じですか、一例だけげてもらうペットボトルの、2.7リットルのペットボトル、ね、ああ、なるほど、ありますね、はい、なるほど、2.7リットルなんですかあれ、はい、最初の頃は、ちょうどあの水があの売り始められたところ頃だったんで、水が売,売るってわからなかったですもんね、<あ>僕らの時代。 水と間違えられたりした、えーあ、そうですねそうそう、えー、したこともあって、ね、なるほど、そうそう、ありました、ありました、で、それ、ね、あのやりながら、あそうだババ、バーベキューとかでも出てきたんでから、バレないから安心でさ、はい、ビーチで瓶ものが、うん、ダメだめだったから、最高でした、それは、はい、ああ、なるほど、そうか、あれ、それ仕掛けたの、検事さんだったんですか。そそれそうですねまあ えー、正月前になると、あの、黄金の日々。はい,はいはい。金箔寺のお酒。ええー、あ、なるほどね。やっぱりその、まあ、あの、正月ぐらいは、はい。ちょっと、その、ま、祭り気分じゃないけども、はい、祝い事気分を、みんなで味わおうみたいな感じで。これ、この時期からですけど、黄金の日々っていう。ええー。あの、カシダル貯蔵の金箔寺の。はい。あの、小珀色のお酒なんですなるほど。 いいですね。琥珀色っていったんなんだよ、タル、タル、タルあ、やっぱそうなんですか、はい、タルはタルで雰囲気出ていいんですよね、香りが豊潤で。中に金箔がこう。ええー。ね、すごいな、そっか、えでさ、あのまあまあ、いろいろじゃあ、大手ができないことをねところどころでやっていきました、はい、で、なんかこう、どうですか、その今、新里酒造で売りにしてる商品みたいなのを、ちょっと。 今の段階で聞かせていただきたいんですけど、はいはい、あもちろんうちはあのカリウムと琉球っていう商品がメインです。ねはい、で沖縄市ではあ小座では特にあの推してるやつが琉球ゴールドって三十度の固酒は、はい、あの居酒屋とか、うん、あのスナックあたりは出てます。琉球ゴールド黒,黒いボトルですね。十十八角形。そう飲みやすいね、はい、感じなんですよね。はあ、はあ、なるほど。あ ぜひ、いみッちゃんさんから吉本とコラボして、新座と酒造、関西進出を、小瓶に芸人の写真入れた酒、売れますって書いてありますけど、あ<ー>どうですかいいですね。どうですかあら、それ、もしね、有名な芸人さんたちとかと一緒にコラボして、クーバーさんとか、いやいやいや、僕はだめです、<laughs> <laughs> もっとすごいとお願いしましょう、<ー>はい、それは。 で、うん、ですダメですあそうなんですね、いやいや、だけどなんかね、できることあればなって、やっぱ島酒って沖縄にしかないものですから、そうですね、それを独特な文化がありますし、だ島崎ってどれくらいのあれがあるんですか、その歴史というか500年ですね、500年、はいあ、それでもやっぱ500年なんですね。はい、あの上流技術っていうの きたのがもう大公約時代、あま500年以上なのかな。琉球王国時代のその陶とかからですか。そうです中国から、あのタイ継由。あ、やっぱ対米なので、タイタイはももっと昔から多分作ってるんですね上流のあの方法がこう流れてきてあ、そうなん。えその前はだけど多分お酒の出汁なんでたはずじゃないですか。そうです。あ醸造酒ですね。ワインとかそういうあのものが。 蒸留酒と醸造酒の違い違う、分からない分からない、醸造酒は何、ワインとかっていうのは日本酒、日本酒、ワイン、それが醸造酒、醸造酒、日本酒を蒸留すると焼酎、日本酒を蒸留すると焼酎、ワインを蒸留するとブランデー、ブランデービールを蒸留するとウイスキー。 か醸造酒と蒸留酒っていうのが違うんですね、もちろんこんな単純ではないですですよね、いろいろなやり方があるはずなんで、だから、世界のお酒を分類すると、3つに分かれるんです、教えて教えてください、今、言った醸造酒、ワインとか日本酒、蒸留酒、これは焼酎、それからブランデーウォッカ、ジンとか、そういう、それと混成酒、混成酒っていうのはね、リキュール。ね 醸造酒に果実を入れたとか、蒸留、はい、酒に果実を入れたとか、なるほどあ。あのね、僕ね、すみません、イメージであるなんですけど、えっと、最初に言ってたその日本酒やったりとか、はい、そういうのは、えー、その素材を持ってるものをそのまま生かしたじゃないですけどもんど<男>発酵させて、ええ、これ、もろみっていうんですけど、はい、それを絞り込んだやつが。 あんまりテックは入ってないですよね言ったら、絞り込んでるもんですから、あの板状なあの先かすがるほど、なるほど、見たことありますね青森の場合は、このもろみをボイルし,ボイルして、さらに熱して熱するとこう、もろみの中に入ってるアルコールが、あのき,き,きかってか、気体、えー、に変わって上に上がってくるんですよね。 それを急激に冷やして、また液化させる、<laughs> それが蒸ど。これはもうあの、ウイスキーでもブランドでも一緒です同じ仕組みあのさおしゃれ加減がどんどん上がっていくんですよ、僕、今言ってたの、うんうん、おしゃれ、<laughs> おしゃれです、おしゃれ、最初のの何でしたっけ、日本酒のやつって、醸造酒。醸造酒が、えっと、なんていうのかな。えーなんかなん うん、で言い方わからないけど、だんだんおしゃれになっていってる混成酒の方が一番おしゃれなイメージがあってあリキュールですか、そうそう、リキュールが、うん、で、その間、蒸留酒が、うんえっと、中間でおしゃれで、でこっちが気骨のあるお酒みたいな、造酒がでも、ワインとかありますよあ、そうか、ワインがあるんだったらちょっと違うし、ね、<laughs> 確かにそうだね、歴史はこの段階ですよね、たぶん。ですよね、醸造酒の方が先ですよね。はいはい 醸造酒はあの手をかけない最初、ぶどうなん,なんかもね、こう置いてたのを、そうそう、あんまり、なんていうのかな、がっつりそのいろんな手を加えないでっていう感じがあって、はい、僕のイメージなんですけど、だんだん手を加えられてってっていうイメージがあるんですけど、はい、はあ、そうか、すごいっすね、はい、面白いな、じゃあ、500年の歴史を継いで今、今そう、うちは違いますよ。 一般庶民のお酒じゃなかったんですよ。<や>あの琉球をちょじはやっぱりそうなの。そう,そう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 。いやだけどさ。市民も飲みたいさ。なんで市民は飲んでなかった。お酒っていうアルコール飲んでなかった。青森は飲んでなかったですよ。青森は飲んでなかった。はい、なるほど。首里城の周りに、あの酒屋が点在してて、で,ね、できたお酒をすべて酒里城に。もう全部持ってっ、ねはい。飲むのは、あの貴族とか。はい あの中なるほど、なるほど、ゲストですね、まあ、鹿児島から来た、えー、薩摩の人たち、はい、その人たちにあげるために作ってるなるほど、本当、高級なだから公務員だったんですもああ、そういうことですか、高級酒だったんですね、もう本当に、高級なお酒で,で、それがまた広まりだしたのいつ頃からなだ,だからもう、あの廃藩置県後ですね、あなるほど、あそんな後とになるんですね、はい、うーん、ええー、すごいな、あそこからだったんだ、何飲んでたんだろう、みんな、すごいな。 いやだけど、これじゃあもう、あれですね、その歴史とかも鑑みたら、面白いですね。さ鮭紙酒って言うんですかね、あ紙酒,酒、ち米みたいなやつはい、こうかんで、それは一般の人たちの話、今、うん、まあ沖縄でもやったかどうかうからない面白い、酒ゴみ、なんか聞いたことあるんですけど、あもそうかん,んでたら、だんだんアルコールが口の中に唾液として出ていくがっていうことかあで。 あああの、よくありますよね、なんかアフリカじゃないですか、ね、口でちゃく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 して、ぺって出して、でそれが発酵してって、お酒になるっていう、そうそうそう、ああ、あります、醸造酒です、結構、上流じゃなくて。になるんですね。一般の人は醸造酒だっと。なるほどね、簡単にできるものでっていうことで、いや、それでも楽しかったはずだからな、美味しかったはずだし、ああ、なるほど、あそういうのやってたんかな、そういうの思い出すと面白いですね。症状におすさせたと。ああ、そうなんですか、なるほど。 じゃ、生娘じゃないとダメだったっていう。ああ、面白い。なるほど、こんなのもあったんや。あの、米を噛んでうん、作っていくっていう。で、結局お、おっさんのやつ気持ち悪くえ、まあ確かにね、お友達とかやったらいいね。いやいやお前の方やるなっていうね。自分で、自分のの作るんだったらいいですけどね。そうか。あの、ほいで、結局、えっと、ケンジさんは、あの、そういうね、流れを組んでって、で、ご自身で今やられて。で、も何年経つんですかえ何年になるの あの、その新里酒造に。入ってからか三十年は。なってますよね。あのさ、どうですか、その三十年、今入、はあの、最初入った。三十年前当時と、今。島崎海って、なんか、変わり、あります。それと、まあ、品質はもかなり。よく。格段に良くなってますね。はい。品質が良くなってるっていうのが、さ、どういうことなの、アルコールが。あの。青森っていうのは、年間年中作ってるじゃないですか。はい。で、そのためには、あの、夏場冬場で。 昔はかなりり差があったんですやり方違うはず、ねえー、な,なぜかあの品質が変わってくるかというと、モノミは,い、ののはこの熱持つんですね、それを冷やさなくちゃいけない、はい、昔は冷やすあの設備がなかったんです、ね、あなるほどだからあの夏場にモノミがちょっとふ腐敗って、なるほど。でそれをしつつ、もったいないからそのまま蒸留して、あなるほど。て捨てるわけじない行かないから。うん 夏場と冬場でこう、味が変わってたんですか、ところが今は年から年中、その設備が整ってるから、冷凍技術がかなり良くなってるので、うまい具合で、1年間ずっと品質がそのまま同じってこと、ああ、なるほどね、あとはもう、上流技術も変わりましたんでね、ああ、そうですか、新商品も生まれやすい環境ではあるってことですか、なるほどね、だからね、全部同じタイマイから生まれて、何千種類もあるんでしたっけ、種類、島酒の種類っていうの。 えー、あんなにはない。あの今四十六社あって、各各蔵でも百五六十アイテムは軽くあると思うんで。四五二十もう二千以上あるってことですか。持ったらでしょうね。あそうだけどみんなタ対まになるんでしょ。対まです。同じ原料から二千種類のものが出来上がってるわけですよね。はい、だからそのやり方その作り方の工程で変わってくると味が。 また変わ,変わってきますね。ということなんですよ。でも、ね、昔ほどそんなに品質的には差がなくなりましてね。あそうなんですか。え、はい、あ、そうか、すごいよね、だから今あの、一番青森業界が気に、懸念してるのは、<ー>若い連中が青森をあまり飲まなくなったっていうのが、は<あ>青森っていうか、アルコールを飲む若い連中が少なくなってるっていうんですかね。これ何何んん、うん、何でででで楽楽ししんんんんのののあんた池さん何歳なの 24ですよ、青森やっぱ飲まない。あっていうか、周りがどんな、みんなあまり飲んでないイメージやろ、やっぱり飲んでない、ね、え、これ、なんでなんですか、これはそうですね、僕らは、あの僕ら飲み始めの頃っていうのは、大体ウイスキー世代なんですよ、はい、周りにみんなウイスキーいや、かっこいい、はい、おしゃれな時代でしたね、そういった困り。 ええ青森おっしゃゃいすくて、そういうことではないですけど、そうですよね、確かに。淡路が来ても、ハードリカーから入ってるんで、すぐに移行できるあななるるほほどっていう、今の若い人たちって、3%のあの甘いチューハイから入ってくるでしょ、はいはいはい、強いって思ってしまうんだだから、ハードリカーになかなかいけないんですよね。ああ、なるほど、そういうこと。なんで、まあビールも苦いから飲めないという人も出てくるし。 甘ったるイノンが好きなのかなあああそうか入り方がちょっと違うんですね,ねで僕もで最初から島崎でしたねうん、うん、まあこう飲める方はいいんですけど、ええ、やっぱりそうそう弱い,方、ね、弱いやつが入ってくると上にいけないっていう形になります、ね、これさじゃあ例えばめっちゃ薄い泡盛りを作るっていうのは可能なんですか、うん、できますできますだけどそれは売れない売れないですねそれはそれでだけどさめっちゃ薄いのんだと もうストレートその人飲むさって、言って消費が多くなって、ガンガン回転が速くなったりしないんですかね。でも氷入れたりなんかするでしょさらに薄くなりますね。<laughs> ただの水みたいになってしまいます、ね。<ー> <laughs> そうか。よくあのノンアルコールの青い出したらっていう人がいる。ええー?。た、ただの臭い水。それはそれはダメた,ただの臭い水だね。<笑><笑> これ、ね、おしゃれ。いじ、俺がおしゃれってって、すでに言ったよりもういいしねじゃないですか。うん、ただの臭い人ってね。大丈夫だよ。めっちゃおもろいわ。あ、そうなんですね。ねいや、だけど、やっぱそれは、ちょっと、あの、なんて言うんですかね。まあまあ、あの、企業努力が必要なんですかね。うん、若い子たちに、じゃ向いてもらうような。そうですね。だからや、かやっぱり、もっとあの、アーモリーにふ触れるっていうんですか。機会、えー。機械 よくあオリオンビールさんがあのビールフェスタとかやってます、ね、あ,ありますね、それを。泡盛フェスタじゃないけど、のまあ、46の一。そうそうそう、一社ではできないと思うんで、ね、ねあそあ、いいね、いや、あのさ、泡盛マイスターみたいなのもあるから、はい、一応はほらあの、なんていうのかな、そこにす進もうとしてる人たちもいるので、そういう人たちも巻き込んで、できればいいですよね、うわー、そうい。 音楽があって、食があってっていうことがないと、やっぱり本当に楽しいっていう気持ちにならないんですよね。なるほどね、それはエッセンスなんですか、もう一個必要な。だから、お笑いあって、だから、う嬉しい、優しい、そうですね、そういう祭りで、僕ら酒造業界、もけてあげなくちゃいけないのかなっていういや、それやってくれたらめっちゃ嬉しいですわ。が集まって みんなで頑張ろうみたいな、こんなの歴史的快挙ですからね、そんな、うん。いや、それやってくれたら、俺、めっちゃ行きますわでそこであの飲み始めた若い連中が、本土に行って営業マンって作るんです、ね、ああ、なるほどね。いいですね、面白いな、ありがとうございます。 いや、いいテンポの話聞けたところで、ちょっとメッセージ来てますんで、えっ、ー、と、中神様からいただいております。クーバさん、ゲストさん、こんにちはこんにちは,こんにちは。こんにちはオッケーオッケー。今日のゲストさんが、新里静蔵の方と聞いて、遊びに来ましたって。わ、嬉しい、ありがとうございます。うん、えっと、新里静蔵さんにはかなりお世話になってます。質問なんですが、一番美味しい飲み方って何ですかって。な、なんあ私ええー、そうですよ、はい OK、ですよケンさん えまあ、人それぞれだと思うんですけど、あのやっぱりあの、高奇襲っていうか、はいね、かなり年数寝かせてるお酒は、やっぱりできればロックで飲んでいただきたい。そのままの風味を、はいね、氷だけ入れて、ゆっくり氷を溶かしながらですね、強い酒だと思うんで、んでゆっくり氷を溶かしながら、少しなるほど、ほどうん、そういうのがいいそうですよ、空須はね、あのロックで風味を味わいながら。 ゆっくりゆっくりじっくり飲んでいただきたい。ね、なるほど。贅沢ですね。はい。で、また中上さんから。えー、お酒の仕組みめっちゃ分かりやすかったです。面白いなそういう違いがあったんですね。勉強になりましたありがとうございます。って言ってくれてます。<laughs> 素敵ですね。えー、のんのんさんからいただいております。えー、クーバさんこんにちは。ということで、こんにちは。ちは新座酒造の方が今日はゲストさんなんですね。先月の東部祭りの時に出店していましたね。って東部祭り。はい,はい。行きました。あ、その時。 なんか、そこではしないでそういう祭りはしません。いや、なんかキャラクターがね、ケンジさん変わられるっていうことだったんで、その時美味しいカクテル飲みましたよって、トロピカルな味が美味しかったですリキュール作って、のやっぱり先ほど話したように、青森一辺倒では、だって欲しいんですよ。いくら老舗でも今 リキュールにもかなり力入れておりますやってほしい。で、まあ梅酒であったり、最近だとあのパッションフルーツのリキュール、それがすごく人気あるんですよね。はい。まあ週末でもかなり人気はあそうなんですか。うわ、ノンノさんもめっちゃ飲んでおと。多分その話で話そのことだと思います。トロピカルな味が美味しかったです。これからも新商品期待しておりますよと。フルーツ工房パッションと言います。いそうなんですよ。お名前がですね。フルーツ工房パッション面白いな。それとあのベニモ梅酒とかシーコア。 そういうのも作ってますのプラスしてるんですか、梅酒に。紅いの風味が感じられるの、賛味があって。色がすごく綺麗です。やっぱり梅酒なんで、いきなり芋の味が来れそうでしょ、おかしいでしょ、本末らでいで、この紅芋の色が綺麗で、ふわっとしたお芋の甘さが感じる程度ですけど、きょうは梅酒です。なるほどね、そうであってほしいですわ、それはね。なるるほどいいの考えて コーヒースピーツって言ってあのコーヒーのカップ。うわすごいいろいろやってるんですね。これはまあ持ち自社でも三十度の出してますけど、ファミリーマートで十二度のカップで出して。そのまま売れるそのまま簡単に簡易で飲める感じになってるんですか。これ結構バカ売れしてます。あそうなんですか。いやコーヒーはいいですもんね。アルコールと結構相性いいですからね。あの全国ロケットニュースってことなんですかロケットニュースで。あのネットで見ればわかるんですけどロケットニュースっていうあのやつがありましてこれはあの 若い連中がこれから流行りそうなやつを先取りで取材して書いて。ロケットニュースって、まさにその通りなんですね、情報が最新の、の見てる人いないだろうなと思ってたら、ボーンと、えー、ケーブロケットニュースで、えあ沖縄だけでしかやってないんですけど、今と、全部出すだけの力がないんで、沖縄県内だけでやってるんですけどね。 したらあなるのはもったいないなるほど。うわ、嬉しいですね。はい、すごいわ、そうなんだ。のんのんさん、私は青森大好きなので、青森上になれるように頑張りますって書いてありますよ。絶対なれると思います。ありがとうございます、ね。ということで、いろいろお届けさせていただきましたが、今日ね。 なんかあの、新商品の紹介をしていただけるという話聞いたんで、それしても今日は終わりましょう。いいですかはい。あと何時間でもいいんですけど。いやいや、何時間もあの、ちょっと時間も時間なんで。こんなにから食いたゲスト初めてです。あ、そうですか。はい。あ、本当あ、時計見て。4 5分過ぎてる。お願いします。あの、うちの兄が、あの、鑑定官ってしてたど、さっきおっしゃってましたね。で、その時に、あの、101工房っていうのを開発したんですけど。101工房はい。 あの泡なし工房ってやつなんですけどね。泡が出ない工房ってあるの？え、あもとあのアムリっていうのは泡がものすごく立ち。でしょ？であのー、立ちすぎてこの泡にあの米をくっつけて全部タンクから溢れたりするんで、あ,あのー、プロペラを回してモ、えー、ーターでーこの泡を消してたんです。なるほどなるほど。気泡を消して。だけどあのー、台風とかになると停電になってまたやめ <laughs> この酵母の中から、<laughs> 泡が立たない特性のある酵母を選び出すんですよ。えこう !?20 数年前に兄,兄貴がこう、頑張ってやっててやんんですかうん、はあの開発して、えー、泡が立たなくなって、はい、泡が立たなくなって、今までも半分ぐらいしか仕込めなかったやつが、はい、うギリギリまで仕込める、えー、2>, 2センチぐらいしか泡が立たないんで。はい その101号それを兄貴が開発すごいね、それから、この酵母の101酵母の中、新しい香りの高い酵母をさらに抽出したのが今度のお酒なんですね。新しいその101で作ったバイオジェットさんというところと、京都の大学で先生が一緒にコラボして、流大の先生もですけど、それが。 元々はうちの兄が作った工房だったんで、はい、先に新田さんのところで仕込んでくださいということで、できたのが101ハイパー工房のこれ、ちょっといいですか、はい、101H、101ハイパー、パー35度、青森ね、琉球泡盛、はい、原発上流、高緑化、高炉化、あらろか。 減圧か101ハイパー、こちらでございますよ、皆さん、ご覧ください。これ、さって、県の産業祭りの時に、これは減圧上流なんですけど、上圧上流の一緒瓶のやつと出しましてね、すごい好評で、こういうやつ、見えるかな、ああなるほど、なるほど、101ハイパー、これは上圧上流なんですけどね。 ブランディーウイスキー用の香りが。ええーうん。香りが非常にあの通常のように。なるほど。高いということです。はい。なるほど。うん、で、今日これを。あ、どうぞ。いいですかはい。あ、今日これをですね、視聴者プレゼントいたしますんで、これもうメールでいいのかなメールでいいですかメールで、しかもこっちに FM コザに取りに来ていただける方。えー、メールは761アットマーク FM コザ .jp。761アットマーク FM コザ .jp。 まあで,、えーであの、あなたにあげるよっていうの、1個なんですけど、ね、本当はね、僕に来るって持ってきてたんでしょい、ね、<laughs> ません。だったんですけど、せっかくだったらって言って、だけど、ゲンジさんは本当は、もうね、17本ぐらい持ってこようかなっていう。先に行ってれば持って帰ってください。すい、ね、ませんでした。すいません、いや、飛んでます。はい、またね、次回必ず呼ぶから、この人面白もしろいので。今回はこの101ハイパー。 1、ねえー、一本を、えー、プレゼントいたしますんで、ぜひメール、どしどし投げかけていただきたいと思います。で、これ、返信するの当たった人、それとも、誰に当たるあて、連絡先書いてって、連絡先って、これけあの、携帯の番号でいいの 携帯番号でもメールアドレスでもいいので、番組で紹介しますんで。いつ紹介するの来週紹介するってこと来週、来週に当たった方は紹介しますんでね。はい。よろしくお願いいたします。じゃあ来週まで大切にこちらで預かりさせていただきます。はい。ということで。あの、県の産業祭というのかなり好評だったんですけど。ほどで、ほぼ完売状態だったんですけど。うわやっぱり。えー、まだ多少残ってるんで、ええ、あのー、 沖縄市の産業祭りでも販売しますね。あ本当ですか。はい、あぜひよろしくお願いいたします。沖縄市の産業祭りもねよろ,よろしくお願いいたします。はいということで本日のゲストはですね、えー、新里酒造の新里健次さんでございましたがじゃあエンディングまあ今日エンディングというかあの、はい、曲の紹介をお願いしようと思っているんですが琉球チムドン楽団はい月下美人はいこちらの方のあのー、ボブさんという、はい、あのー なんだよ、ボスがいて。はい。ボスがいて、リーダーがいて。はい、リーダー。はい。リーダーの、あの、奥さんが、めいっ子なんですよ。あ、ええー、そうなんですか <laughs> もう、どこまでにも、あれ、幅が効いてきますね、ケンさん。はい、すごいよだから、ぜひとも。ね、よろしくお願いいたします。じゃあ、琉球チームと音楽なんで、月下美人でございます。本日のゲストは新、新里酒造、新里ケンジさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> はい、ということで、エンディングでございますイいイはい、はいはい、えっ、ー、とね、<laughs> あの、ここで、えー、吉本応援芸人、北大東島の応援芸人の担当しております、えー、お名前ははい、えー、吉本沖縄、えー、下歴4年目の、ピ、はい、ン芸人、又吉宏斗ですよろしくお願いします 私、もう、あと一本で終わりだった。<laughs> そ,うそうですね。<laughs> 長すぎますよ、ごめんね。<laughs> いや、あのね、<laughs> 新とケンジさんがめちゃめちゃ面白くて、<laughs> でね、お前がいるの分かってたんだけど、<laughs> めちゃめちゃ押してもうたわ。<laughs> じゃあ、ごめんなさい。<laughs> ごめね。まあ、もう終わり<う>。もう終わりだから。あ、それもう、うん、もうラジオ自体終わりだから、ね。終わりです、終わりです、ね。<laughs> <秒>あと40秒で終わりなんで。<laughs> 40秒うん、コメントも来てるからコメントの方も紹介しようね。<laughs> コメントひびっちゃ。<laughs> そう、意味しさ、私も柴崎派でロックで飲む方が美味しいですってね。<laughs> えっと、鍋、鍋サダさんお疲れ様でした。と。 友達と飲み会するとロックで飲む私ね、お前が来たら割り勘ん、高かたにすると言われますが、そいつはビールお茶飲みしますよ。いや、もう、ね、あの方が高畑屋さんに行って行ってますよ、ということで面白いな <laughs> はい、ということで<の>今週もね、楽しみ。ねで、いやいやいや1時間をお届けさせていただきました。自己紹介しかしない。<笑><笑>自己紹介し。それではまた来週お会いいたしましょう。まね、はい、それでは、はい、お相手は空ーバヨキと <laughs> え、え、え、あの、またよしひろとでした。<laughs> さようなら。はーい。 <laughs> <laughs> これ。